金も申しましょうか。合体技で二人確保だ。なんとしかし。続いてのニュースです。10月9日にフェーングラート市でヒーロー4名が襲撃された事件ですが、現在も犯人の手がかりはつかめておりません。依然4名全員が意識不明の重体で。それだけじゃない、複雑な事情がありそうよ。ん？彼、シュテルンビルトでヒーローをやった後、大金持ちのオファーを受けてオルダビエリアに行ったんだけど、向こうで大変だったみたい。大変？そこのヒーローって全員その人に個人のお金で雇われた一つのチームらしいのね。ほう。どうした？いや、なんでも。いよいよだ。君は誰のファン？バーナビー。バーナビーね。君もあれだ、ジェイク戦の時に見られた口でしょう。いや、僕は昔の知り合いで。え、そうなの？すごいじゃん。いつも俺、タイガーさんから勇気もらってます。そんなもんでよかったらどんどん持ってってくれ。シビー。犯人逮捕はもちろん、火災の起きたビルに取り残された市民の救出に、避難する市民の保護、みんな手分けしてゴー。じゃあタイガーは娘さんと？うん、仕事のこと褒められてすごく喜んでたよ。おい、トーマス、トーマス。いつ襲撃を受けるかわからない、単独行動はしないように。まあ、過ぎたことはしょうがねえって。泣くなとは言わねえが、俺らが今相棒のためにできるベストが何なのか考えよう。素敵なクリスマスをお過ごしでしょうか。敵の体にチャージされていた力をそのままぶち込んだということでしょうか。とにかく倒れました。起き上がれません。危なかったな。大丈夫ですか？はい。今度はあっちか。行くぞ。あの、復帰おめでとうございます。お？やっぱしびれ。はゼロではありますが、建物は半壊、重傷者87名、軽傷者450名を超え、シュテルンビルト市に残る大惨事となってしまいました。ネクストによる暴走事件が初めて発生してから10日が経ちました。その間にシュテルンビルト各地で頻発し、そんな彼女の活躍は当時ネクストに偏見を持っていた非ネクストにも影響を与えました。彼女がいなければ今日のネクストと非ネクストの共存はなかったかもしれません。さあ、突如始まりましたヒーロー TV ライブ。お前ら、あんた見たって通報してくれた市民がいたの。はい、今来てくれました。めちゃくちゃかっこいいです。